浦島駅は、かつて、愛知県知多郡吹村東大港にあった、名古屋鉄道知多線の駅。浦島太郎が持ち帰った玉出箱が祀られていると、される地立付神社より、北西地点に設置されていた。港和線知多半田駅以南の複線化が1960年より、進展し、1962年までに、知多竹豊駅までが複線化された。 九州の浦島駅を含む地田竹豊駅。吹駅間の複線化は1965年より用地買収に取り掛かり、地権者との買収価格交渉に難航しつつも、同年中に用地買収を完了した。地元の大足地区ではこの複線化計画に合わせて、大足駅の新設と区画整理を計画した。駅予定地は浦島駅より、 北側の大和東大湖麻西長方19番地を予定し、名鉄大橋駅誘致促進特別委員会を組織して名鉄に駅新設を強く働きかけたが、運動が実ることなく、計画倒れに終わった。一方、名鉄では、南千田の内海まで延伸する千田新線計画が立ち上がり、1966年9月5日には、竹戸予信号所 内海間の鉄道不設免許申請が行われた。同申請は1967年12月14日に認可されるが、高和線からの分岐点である、竹豊信号所の想定位置は、大足駅誘致計画と同じ西長峰であった。そのため駅新設を望む地元との折り合いがつかず、用地買収に難航し、問題が解決する見込みも立たなかったため、名鉄は、 計画を見直し最終的に復帰駅を分岐駅とするルートに変更し、下新線建設を進めることになった。所属路線、隣の駅は営業時代のもの。鉄道停車場一覧。昭和12年10月1日現在、国立国会図書館デジタルコレクション2020年2月7日、閲覧。浦島太郎伝説竹戸予帳観光協会、竹戸予帳市編纂委員会。 竹ケ予兆チ本文編竹ケ予兆、1984年582ページ。ABC 今尾啓介、日本鉄道旅行地図長7東海、新庁舎、2008年47ページ。ISBN 978から4から10から79万25から8。8 ABC 竹ケ予兆チ編参委員会竹ケ予兆チ本文編竹ケ予兆。 1984年793ページ。竹豊町市編纂委員会、竹豊町市本文編竹豊予1984年792ページ。名古屋鉄道広報宣伝部、名古屋鉄道百年市名古屋鉄道。1994年499ページ。名古屋鉄道広報宣伝部、名古屋鉄道百年市名古屋鉄道。 1994年、1022ページ。AB 竹豊予兆編纂委員会、竹豊予兆本文編竹戸予兆。1984年、794ページ。ありがとうございます。